ね、天気いいので車動画やっと撮りに来ましたね。今日ねアルファロメオ、これね、これアルファロメオやろうと思うんだけど、まずねエンジンかかるかどうか、エンジンかかるかどうかだよね。ね、まあちょっとやってみないんで。エンジンね、こうなってますね。こうね。V6 だ。V6、V6 なんとかあるこれもって。でも違うよな。こういうね、アルファロメオ。エンジンこういう感じだよね。でね、意外とこれバッテリーのとこ複雑なんだよね。バッテリーハンズスって言えばさ、大変なんだ。大変な産業なんだ、これ。このくりながらみんなハンズさねばさ前にだよな。でここ、バッテリーつなぐんだけどちょっと複雑なんだな。でね、これね前のあまり使っても元取ってほとんど、充電しなくなったんで新しいの買いました。これね3万円くらいだ。まだ4、5年持つと思うけどね。でね、これね、でかけてみるな。いやーすごいね、これ丸1年かけてないんだよエンジン。いやーいいなこれ、すごいかかったね。これね、あれだ、千葉の人から買ったん。で、この時は車検ないんで仮ナンバー取って引き取りに。それでね、これ平成14年型のアルファロメオね。でね、2.5、2500cc。これね、156っていうのがね、こういう感じだな。まあ、と特徴ないけどもね、でもすごく調子いいな。すぐエンジンかかるな。すぐエンジンかかる。まあセダンね、長はさ意外とこういう綺麗ですね。まだね、全然綺麗ですね。トランク、トランクもねこのくらいだね。本当に小ぶりだ。これお買い物用とかそれにはいいと思いますよ。こう大体
国産車小型セダンと一緒ね、うん、多分すごくね使い勝手はいいんだこれ、うん、非常に使い勝手で故障もないしね、うん、ほとんど故障ない、うん、だな。でもすごいな、まるっと1年エンジンがしなかったんだけど、すごかったな、うん、でね走行距離がね83,000キロ、うん、結構吹き上がりもいいんだよこれ。ね、してさ大して特徴ないね、時計はアナログ、ね、まあ森はこれ二輪駆動なので冬は使えないね、うん、の灰皿ね、ハザード、ああちゃんと作動しますね、うん、でねこれちょっと特徴なのはこのギアなんだよね、ここにさこうこれあるべ、これを上げて動かすのね、うん、でこれね最初ほらさ買いに行った時は分かんねえでさ、で持ち主の人がさ、これこれってこうこれあげるんだよね、これあげないと動かないね、これをこうあげてこう動かすね、うん、でねシンプルだよね、何もないこれ、うん、全部、うん、でもこれ260キロまでメーター振ってるっつうのは200キロくらい出るのかな、ね、どういうもんだんだろうね、うん、あとはこれサンルーフついてますね、よいしょ、サンルーフ開くのかな、開く、これこれこれ今日さ天気いいんだ、あれ飛行機雲も見えるの、うん、おしめ、うん、水漏れもなく全然大丈夫ですね、うん、ね、でこれはね、なんぼで買ったんだっけ、4万円だか5万円で買ったんだこれな、うん、4万円だか5万円で買って、持ち主としても人も直前まで乗ってたんだ、うん、あれアルファロメオ、あれカマキリ、これカマキリ、カマキリだ、何長、おいおいカマキリ、おいカマキリ、カマキリだな、ここは虫が多いんだ、うん、それね、うん、4万円、これもねオラしか入札しなかったんだな、うん、オラしか入札しなかった、だから4万円で、なんで誰も入札しないんだべな、うん、なんでいいわけだいな、なんかな、うん、みんなオラの車、うん、あの買っては廃車にし、買っては廃車にしですけど、そういうことないんだけどな、うん、いろんな動画見てくれればわかると思うんだけど、買っては廃車にするために買うわけでない、うん、安くていいなと思ってギリギリまで入札するのを待ってで、結局誰も入札しないなと思って5分くらい前にさ入札するんだよね、結局オーラだけでさ、うん、なんでまあいつも安く買えるわけだけどもね、うん、ね、アルファロメオ4万円です、4万円、うん、すごく本当にね、その辺走るのに非常に使いやすい車、運転もしやすい、うん、でもあとは紹介するほどの車でもないね、うん、まあこの大きさでさ 2500cc あるんでパワーは十分、うん、パワーは十分です、うん、
非常にキビキビ走りますね。うん、こういうこれもまあね、お買い得っつったって俺はいつも超安く買うのでみんなお買い得なんだけどもね。うん、そういうね、後ろもさそんな窮屈でない、こういうのってね、後ろから見た感じね、全然窮屈でないよ。うんね、こういう見晴らしになりますね。うんね、本当にいいな、壊れないもんな。うん、まあそういうわけでまだ大して紹介でないですけど、これもヤフオクで4万円で買ったアルファロメオチックね。うん、ちょっとねどうしてもね、雪でいろんなとこちょっと壊れたりはしてるけど、まあ問題ないと思いますね。普段乗りには非常に使いやすい車です、アルファロメオ。そういうことでしたね。うん、そういうことでした。今日はね天気いいので、今年なんかあまりこう車いじる時間ないっつうか、精神的に余裕ないっつうか、あまり車いじってないんだ。うん、今日はさ結構草刈りいっぱいして帰ろうと思ってますね。ではアルファロメオの紹介でした。ただね映して喋っただけ。そういうわけで、ヘバっつか。